はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。人生に乾杯様、ハレクラニア様、ジェイショー昭和のジジイ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。天皇皇后両陛下ご参列、BBC で中継あったんですけれども、セントジョージ礼拝堂に、天井の方にですね、翻るガーター勲章授与者の旗の中に菊の御紋が ありました、真ん中のオレンジの字に黄色い菊の御紋、これは皇室の家紋とでも言うんでしょうか。ここで錦の御旗が見れるとは、実況民騒然、でありました。上皇陛下がガーター勲章を授与されているそうで、歴代天皇は軒並み送られているので、金城陛下もそのうちもらえるんじゃないか。ガーター勲章1848年創設、600何十年の歴史があるんですか。1906年に明治天皇が授与されて以来、大正昭和上皇陛下が順調に授与、金城陛下もそのうちに、連合国枢軸国の敵味方になった時に剥奪措置されました。昭和天皇のガーター勲章剥奪、権利剥奪、名誉剥奪、1971年4月7日にですね、イギリス王室が天皇の名誉は全て回復と宣言し、名誉復活。一度剥奪されてガーター勲章を、名誉回復を果たした外国君主は騎士団604年の、歴史の中でも昭和天皇のみだとされます。現在の君主の、保持者はですね、スペイン、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーの、各王室、欧州のキリスト教国家のみで、キリスト教以外の保持は皇室のみだそうであります。君主の保持者、こういうふうに出ておりますけれども、ずらずらずらっとね、上皇陛下がキリスト教以外で、ヨーロッパ以外で、唯一お持ちという、我々誇らしい外国妬ましいということで、このことをテレビは絶対に解説しないし、なるべく映らないように、映さないようにしたんでしょうね。NHK も中継してみたいですけれども、テレビないから分かんないけど、そう確信しています。英国の報道でですね、陛下はエンペラーナルヒトオブジャパンと報道されておりました。エンペラーナルヒトオブジャパンランズフォアザクイーンズフュネラル、ですか。つまり天皇陛下が着いた、ランズ、着地した、来栄、宝栄、うちんとこに来たみたいな、のですね。世界唯一のエンペラーなんだから、オブジャパンつけなくていいぞ、もう世界唯一なら、ディエンペラー、これだけで陛下じゃないですか。いないの、この世に一個しかないものは座をつけるって、中学英語で習った気がする。ザ・ワールドとかザ・ムーンとか、ザ・エンペラーですか。そうするとね、日本のことも今後はもう一つしかねえから、ザ・エンパイアでだけでいいですね。ザ・エンパイア、で、自衛隊はインペリアルアーミー、インペリアルネイビー、こう呼んでくれてもいいですよ。ですね、外国はですね、妬ましいということで、絶対テレビじゃこんな解説しませんよね。したら驚くわ。ということで、テレビがやらない情報を今日も皆さんは知ってしまいました。これでテレビしか見てない人とまた知識の格差が激しくなってしまうな。安倍が最後の戦い、ついに昇進するやつ発生。70代男性が官邸近くの路上で油かぶって火つけたんだって。ネットの反応です。安倍側の極みなんだろう、全然心に響かない
心に響かないどころかドン引き。昇進までするほどのテーマかよ。当日はテロ起きるんじゃない？マジで。隣の国見て左翼頭おかしいな。誘導してんのマスコミだろ。洗脳って怖いね。統一どころじゃないな。いよいよ狂ってきた安倍が選挙で勝てよバカ左翼、火炎瓶の取り扱いを誤った結果の事故では、その可能性もあんな。こういうことすると一般人ドン引きで逆効果だってまだわかんないのかな。今は意識不明の重体って、報道されておりましたけれども、発見された時にですね、自分で火つけたって言ってたらしいです。油の種類は不明ですけど足りなかったんじゃねえの、ちゃんとやる気あんな。駆けつけた麹町署の警官2名が負傷、腸脈やけどしたんだって。やるならね、あの河原とか、人の迷惑にならんとこでやりなさいよ。火事の恐れがない河原で誰も駆けつけそうもないところでやれよなって思うんですけどね。隣の国ではですね、兄が金を貸してくれないからとか、親が金くれないとか、夫婦喧嘩で激高し、なんか思い通りにならないことあると昇進するみたいであります。それが流行りだって。夫婦喧嘩はね、あの外に出てお互いに大声で罵り合って、おー外文悪いこと、それでも決着がつかないと自分が正しいことを証明するために昇進するらしい。油かぶって、昇進がなんで自分を正当化することになるのか全然わかんない、わかりたくもないですけれども、70代男性、こいつもそうなのかな、あきれちゃいます。これで、国葬中止には絶対なりません。昇進すれば国家の方針を左右できるとなったら多発しますよ、そういうのが。例えば今までだったら集団的自衛権、安保法改正ですか、それであの昇進するやつ、新宿でいたような気がするな、そういえばな。なんか橋の上で火つけてそのまま落っこったやつ、いたような気がしたな。とかね、テロなど準備罪、共謀罪って言ってましたけれども、サイグリンチは。それの時なんかも、昇進するやつ、いっぱい出てきますよ。これで、おたおたしてたらね。選挙は無意味になります。国民の代表がこれを行使の民主主義が崩壊します。共産主義者は民主主義を破壊したいからそういうことやってるのかもしれないですけどね。自民党内にもいた安倍が、村上誠一郎衆議院議員70歳。最初から国葬反対だし出るつもりもない。財政金融外交ボロボロにし官僚機構まで壊した国賊だなんて言っちゃいました。こんな顔してるらしいんですけど、なんかあの持ちと年取ったら2回みたいになるような顔。ネットの反応です。自民党にいて何言ってんだよ、今すぐ離党しろ。なんで自民党にいるんだよ。自民党にしがみついてみっともない。教団に倒れた同じ党の議員を国賊呼ばわりは異常。仲間じゃなくても公の場で国賊なんて言葉使わねえ。外交ボロボロって意味不明。野党議員でも国賊呼ばわりしたやつはいない。さすがに国賊呼ばわりはただじゃ済まんでしょ。本人いなくなってから生きてダサすぎ。12期も当選しててろくな役職についてないのはそういうところじゃないか。村上誠一郎70歳、この人の妹が岡田克也の嫁、つまり義理の兄弟だそうであります。12期も当選してんですけど、はるか昔の小泉内閣で内閣府特命大臣、まあ小なし大臣ですか、財務副大臣をやったっきり、今は無派閥、誰からも相手にされてないのかな。改憲反対、なんで会見は自民党の綱領じゃねえの、なんで自民党にいんの。緊急事態条項反対、防衛戦できねえじゃん。何々町の方は避難してくださいって強制できなきゃ防衛戦できねえよ。世界中で緊急事態条項ない国ないよ。安保法改正評価しない。対北朝鮮では圧力より対話をとか言っちゃってるし、辺野古、基地移転はどちらとも言えない。集団的自衛権行使についてはナチスと同じと批判し、採決は
退席、特別秘密保護法採決は体調不良を訴え退席、卑怯なやつですね、警備を使って、同性婚賛成、なんでこんなやつが自民党にいるんだよ、しかもあの改憲考慮に逆らってさ、まだいたんだ、こんなね、あの昭和の古き悪しき自民党の残りかすがさ、まああの小沢一郎も、河野太郎も自民党でしたからね、昭和の自民党、悪い岡田克也も自民党だったんだから、こんなやつがベテランずらして、エバってっとね、あの青山さんとか高市さんとか杉田さんとか小野田さん、分かってる人らが苦労しちゃうよな、ご遺族の岸さんとかと顔をね、あの合わせる機会もあるだろうに、国賊って、ちょっと言い過ぎでは、C 和夫でさえそうは言ってないですよ、昭恵夫人が聞いたら悲しみますよ、自民党とか議員とかとしてじゃなくて人間としてどうなのこの人、ご遺族いるのにさ、財政金融外交官僚機構をボロボロにしたって言ってるけど、それあなたの感想ですよね、国賊とまで言うならどこをどうボロボロにしたんだか説明しろって、どうせできないんだろうけどね、妹に、岡田の嫁になってる妹に毎日毎日引き込まれてんだから、だか元からこういう人なのか、まあちょっと頭が悪いなって思います、気象庁、この冬は厳しい寒さ、日テレ、電力需給が厳しくなると予想される、ネットのニュース、また節電っていつまでたっても変わらんな、いつまでこんな状態なのかね、ぐずぐずしてらんで早く原発動かせ、原発動かしゃね、電力の心配なくなりますもんね、皆さんうんざりなさってるようで、全くいつまで原発止めてね、節電呼びかけとか言って我慢させんだ、我慢作戦、パチンコ屋の営業をやめさせて、テレビ放送停止にして各家庭のテレビ消せばだいぶ節電だと思いますけどね、これに関して犯人は分かってますね、カンナオトです、2011年東日本大震災で福島第一原発がメルトダウンしたからって、なんで全国の原発止める必要があったんだ、今考えておかしいでしょ、全然おかしいですよね、電力が不安定な国に工場来ないよ、工場建てらんないし、病院が停電したら命に関わるしね、早よね、全部の原発動かせ、増設しろ、54基ぐらいあるみたいですけど国内に今、100基200基にして石油輸入せねばいいじゃん、したら貿易収支丸黒字になりますよ、管理できねって言うなら自衛隊に無償で譲渡しろ、自衛隊さんが管理運営売電しろ、でね、その儲けた金で防衛費の足しにしてください、原発に何事かあった時にですね対処できるのは自衛隊さんしかいないっしょ、日本においては、逆に言うと日本において自衛隊さんが対処できないような事故はどっこも対処できねえから、どっこも対処できない、これは私が昔から持ってるプランであります。でね、原発へのテロが心配だっちゅったら自衛隊さんが守ればいいんだし、ぐるりと駐屯地で囲っちゃっても構わねえし、基地増えますよね。日本第一党が国葬反対デモをするそうで、武漢肺炎を蔓延させ自国民を3万7000人以上も病死に追い込み、日韓合意で我が国の祖父たちに強姦魔殺人鬼のレッテルを貼って韓国に謝罪と10億に及ぶ国民の税金を垂れ流し、不況の最中2度にわたって増税を行い、消費税 10% でワンクイーン経済にとどめを刺した安倍の大罪とか言っちゃってますよ、安倍総理のせいで3万7000亡くなったってどっから出てきたんだその数字、2015年日韓合意で先祖の名誉を貶めたとかもありますけど、そんなこと全然ねえし、あと消費増税決めたの野田政権で、安倍政権ではそれに抵抗して2回も延期してくれたし、むしろ日韓合意で
韓国政府を追い込んでんでしょ今、刑法230条2項死者の名誉毀損罪で警察は桜井誠を逮捕すべき、これはですね、あの嘘でもって個人を貶めた場合、死者の名誉毀損罪、本当のことを言って、死者を批判してもこうならないんですけど、嘘だと230条2項になります。で懲役1年だっけかな、これ申告罪じゃなくて刑事罰なんで、何も遺族が訴えなくても構わないですね。警察は逮捕しに行ってください。他の安倍側の牽制にもなっていいっしょこれ、抗議昇進しちゃうような安倍側の牽制になっていいんじゃないか。見せしめに桜井誠逮捕、知り合いの公安にも言っとこうって連絡しとこう、これこれこうで告発状必要だったら私弁護士さん頼んで用意しますんでね。というわけで10月2日 NHK スクランブルデモをやります。メール党員さんも大募集であります。地区党員さんも地区支部長さんも大募集であります。いずれも動画説明欄もっと見るをクリックして、そこからご覧になってください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。